こんばんは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、今回はですね、なんと300回目です。はい、300回目のポッドキャストです。パチ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 ということで、はい、ありがとうございます。はい、このポッドキャストのね、1回目は1年前のね、2022年の6月21日でした。はい、そして今日300回目を迎えました。本当に、聞いてくれている皆さんありがとうございます。できるだけ毎日ね、更新するようにはしてるんですけど、まあ、結局週に5回とか6回になります。はい、毎日するのはね難しいですね、本当に。はい、まあでも今日ね、2023年7月5日7月5日が300回になりました。まあ最初ね、もう本当にとりあえず始めてみたこのポッドキャストなんですけど、まあ思いのほか、まあ思ってたよりもってことですね、まあ、自分には合ってるみたいです。うん、あのインスタグラムとかね、ツイッターとかいろいろありますね、 YouTube とか、まあ、嫌いじゃないんですけど、まあ、こういうのは毎日はできないんですね。僕は向いてないんです。 YouTube も作るのは本当に大変ですね。まあ、YouTube 見るのはね、ほぼ毎日見てるんですけど、自分で動画作るのは大変ですね。はい、でもね、このポッドキャストだけはまあほぼ毎日することができています。うん、これはね、なんか作るの楽しいんですよね。はい、まあ本当に自分にとってもいいことだなと思います。はい、まあこれを始めたのは、まあこのポッドキャストの目的なんですけど、まあ日本語学習者のね、皆さんのお手伝いをしたいと思って始めました。うん、なんだろう、日本語の学校の授業とかもそうだし、テキストとかもねそうなんですけど、やっぱり表現が、結構硬い表現だったりとか、日常会話ではあんまり使わなかったりとか、まあいっぱいそういうのがありますね。うん、なので僕はこの日常生活の話とか文法の話とかを通して、まあ、本当にその日本人が使う、まあ、特に僕がいつも使っているような言葉で皆さんにお話しできたらいいなと思って、これをずっと作っています。はい、これが皆さんの役に立っていれば本当に嬉しいです。これからもいろんなトピックについて話していきますので、楽しみにしていてください。これからもよろしくお願いします。とりあえずね、次は500回を目指そうと思います。はい、うん、僕はね今 iTalki という、プラットフォームで日本語のオンラインレッスンをしています。カジュアルな日常会話をたくさん練習することができます。はい、ぜひ皆さんと話したいなと思っているので、ぜひ僕のレッスンを予約してください。お待ちしています。ちなみにですね、まあこの僕のポッドキャストを聞いてくれていて、まあ役に立ってるよという人で、まあ、僕を応援したいと思ってくれている皆さん、きっとたくさんいると信じてますけど、僕はドネーションのサイトもねありますので、ぜひ、応援したいとか、ね、お金ある人は僕を応援してください。バイミエコーヒーというサイトで僕の応援するページがあります。はい、ということで今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。そして今後ともどうぞよろしくお願いします。ではまた。